あなたは記憶力に自信はありますか？忘れないようにメモしたにもかかわらず、そのメモをどこに置いたかを忘れて絶望した経験がある方もいるかと思います。満州軍総参謀長を務めた児玉源太郎は、合意的な記憶力の持ち主で知られており、細かなこともおろそかにせず激務をこなしていました。ある時、彼の秘書官や副官がメモを見ながら応答するのを見て、その年でそういうものを使用していては将来が案ぜられると呆れたと言われています。今回は、現地式漢字に頭角を現し、日露戦争において満州軍総参謀長として力を尽くしながらも、陸軍改革の半ばで散った児玉源太郎について解説します。このチャンネルでは、主に偉人の業績と知られざる素顔を発信していくことで、あなたの知識欲を満たします。動画の最後には、山口県周南市にある児玉源太郎の関連施設を紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。武士の子供として生まれ親族の不幸に見舞われる。1852年4月5日、源太郎は徳山藩士族児玉半九郎の長男として生まれました。幼名は百合若。百合若の幼少期は、開国か攘夷かで揺れる幕末の動乱期で半九郎は早くから尊王攘夷を唱えていましたが、徳山藩内の政争に敗れ、蟄居閉門の末亡くなってしまいます。父亡き後、百合若は児玉家の養子になっていた次郎彦に可愛がられますが、彼もまた尊王攘夷を叫んでいたため、同氏の久坂玄瑞や前原一成が時々児玉家を訪ねていたとか。そんな次郎彦の陰で、百合若は中国古典を学び好んで漢詩を読んでいましたが、事件は起こります。藩長の達氏で謹慎を申し付けられていた次郎彦が自宅で暗殺されたのです。凄惨な現場を目撃した13歳の百合若の心には、義兄の死が強く刺さった穴に加えて、児玉家は反対勢力により降格邸宅没収と厳しい処分を下され生活は困窮しました。後に高杉晋作ら、いわゆる正義派が藩内闘争の末に実権を持つと児玉家も復権を果たしますが、それまで百合若は旧友からも馬鹿にされる屈辱を味わいます。彼は穴か小将として取り立てられると、毛利輝元の信任を得ていた児玉家中高の祖、児玉源太郎元常にあやかり名を源太郎に改めて児玉家最高の期待を家族から託されます。1866年には第二次長州征討が起こりますが、源太郎は年少のため参戦することはできず、2年後の戊辰戦争における従軍が彼の初陣となりました。各地で戦闘経験を積み熊本城防衛戦で活躍する。17歳の源太郎は、小隊長として蝦夷地に向かうと五稜郭の戦いに参戦し、一時は、旧幕府側の奇襲で同士討ちが起きるほどの大混乱に陥るも何とか戦闘に勝利。東京に凱旋した彼は、寺内正竹や乃木希典と共にフランス式練習生に抜擢され歩兵学を学びますが、恩賞が十分でないことに起こった山口藩の初代反乱の方が届きます。かつての同志たちと打ち合うことの葛藤を抱えつつ、山口に富んだ源太郎は活躍を収め、1870年大隊第6等下士官に任官するとトントン拍子に昇進し、4年後には少佐に任官。当時政府は中央集権化政策を進めていましたが、近代軍建設により士族の特権は奪われたため、満を抱いた士族による反乱が各地で起こります。1874年、江藤新平を首領にした佐賀の乱が起こると源太郎は鎮圧のため現地に向かい、指揮機を掲げて前線の兵を鼓舞しますが、右手と脇腹を負傷する重傷を負います。後の軍医総監、石黒忠則の適切な処置により一命を取り留めると、1874年に23歳で元芸者の松子と結婚して、移動先の熊本神代へ向かうのでした。1876年、熊本で大田黒と門を中心とした神風連の乱が起きると、彼らは県庁を襲撃し県令や警察幹部を斬殺し、電信局襲撃により連絡を途絶、神代司令官や参謀の首も跳ねました。勢いづく神風連は、熊本城内部の兵舎も遅い火を放つなど調量跋扈しますが、辛くも襲撃を免れた源太郎は士官を掌握すると遠距離からの一斉射撃で乱を鎮圧します。
神風連は日本古来の武士精神を所要し、甲冑に日本刀といぐいでたちのため銃撃に弱く、混乱の中でも冷静さを失わない源太郎は野生指揮官としての能力を発揮したのです。彼の活躍は中央も知るところとなり、宮中で晩餐会が開催されると熊本神代からただ一人招待され、明治天皇に一部始終を奏上しています。選考により山形有朋や後任の司令官谷勘定からの覚えもめでたくなった源太郎でしたが、さらなる試練が待ち受けていました。最大の士族反乱西南戦争が勃発するのです。1877年2月、西郷隆盛が兵を率いて出発すると熊本神代は熊本城牢城により殺軍を迎え撃ちますが、この時の神代側には多そうたる人員が揃っていました。谷司令長官に参謀長樺山祐則、第13連隊長川上総六、同大隊第1大隊長奥安方に内務大書記官品川弥次郎、明治史を彩る偉人がずらりと並んでいますね。それはさておき、城内で花火や相撲を行い兵の士気を上げようとする神代でしたが、2月19日突如熊本城は炎上し、天守や櫓が崩壊します。火薬庫が爆発したら大変だと源太郎は自ら火薬庫の屋根の上で兵を叱咤激励して火薬を運び出させると、堀の底にポンポン投げ捨てさせました。その間も天守閣と小天守は燃え続けたものの崩落せず、焼け落ちた炭櫓も彼らのいる場所と反対側に崩れたため九死に一生を得ています。すさまじい強運や、現在でも熊本城炎上の真相は諸説あり不明ですが、備蓄食料の多数を失った牢城組は決死の覚悟で殺軍を迎え撃つと城周囲で激戦が繰り広げられます。牢城組は食料や弾薬不足に悩まされ、救援に駆けつけようとしたのぎまれすけ率いる第14連隊の連隊機が奪われた話は以前のぎの動画で語ったところです。馬肉や犬猫まで食して命をつなぎ、即席の手榴弾を作って抗戦する神代は、4月と1日の突貫により包囲網に穴を開けると救援隊も駆けつけ、ついに熊本城は解放されました。その後も各地を転戦した源太郎の武勇は轟き、戦後山形の抜擢により彼は近衛局参謀や東京神代歩兵第2連隊長に任じられます。ちなみに神風連の乱以前に待つことの間に長男秀雄が生まれています。彼は後年大蔵官僚から内務大臣と文官の道で昇進し、昭和史で名前が上がる存在になりますね。軍事行政家として手腕を振るう。近衛局参謀時代、恩賞や糧食不満を抱いた近衛兵の反乱竹橋事件が起きれば鎮圧後の事後処理にあたり、連隊長として桜に赴任するとよく働きよく遊びます。桜の血が体にあった源太郎は州上を警戒に動き回り、大公衛州では中央突破により乃木を真っ青にさせたという話もあるほどで、実戦能力の高さも発揮しました。小さな体で駆け回る姿からリスのあだ名をつけられた彼は首席にも頻繁に出席し、豪遊するあまり大きな借金を抱えるなんてこともありました。そこで源太郎は車夫に扮すると、面官になったから借金を帳消しにしてくれとお上に頼み込み、さらに友人との見明かすなんて悪ふざけもしています。陽気な軍人さんや、連隊長として精兵の練成に加えて糧食確保や商人との関係構築に衛生面の配慮と広範な行政手腕を身につけた源太郎はますます陸軍内で重宝される存在になりました。1885年33歳で参謀本部第一局長に就任すると、海外派遣計画や師団編成と膨大な業務に忙殺される傍ら、個人的にフランス語を学び教科書を小脇に抱える生活に入ります。さらにドイツ参謀本部から招聘されていたクレメンス・メッケルが陸軍大学校教師に就任すると、源太郎は兵隊や戦時動員と軍事システムを熱心に学びます。それゆえか、メッケルは帰国前に、児玉は非凡人であり、参謀たり、師団長たり、軍司令官として太平を率いても間違いない、と激賞しています。ちなみに、メッケルは関ヶ原合戦の婦人図を見て東軍を囲んでいる西軍の勝ちと述べた、という逸話があるとかないとか、彼が関ヶ原を訪れたのは事実のようです。
1891年、陸軍の担い手と期待された源太郎は欧州行きを命じられると、ドイツで兵営や歩行学校に幼年学校と軍事施設を精力的に視察し、皇帝ヴィルヘルム2世に拝謁しています。その後ロシアへ移ると、そこでも幼年学校や騎兵士官学校と軍事施設を巡察して、日本の不十分な教育を憂えるのでした。8ヶ月の欧州視察を終えると、大山巌陸軍大臣の下で陸軍次官に抜擢されますが、次官ともなれば多少長との折衝や議会で予算案の説明が求められます。はじめこそ答弁がうまくいかぬ彼でしたが、しまいには巧みな弁舌で知られるようになり、議会外でも自由党事務所をぶらり訪れ予算の説明を行いました。さらに、源太郎は単純な軍備近代化に止まらず、軍事力の効率的運用を可能にするため、鉄道や港湾上下水道整備にも尽力しています。ちなみに、源太郎が陸軍次官に就任して以来、旧来の慣習を小玉式に改めています。それまで大臣次官は食堂でなく自室で昼食をとることが慣例でした。それを源太郎は、寝食を共にして寝服を知り合うことが生死を分かち合う軍人には必要なこととして、弁当を持参して家僚と食事をとるようになります。これにより、気楽な雰囲気の中で交わされる部下の発言を通して、人となりや考えを理解できるようになりました。さて、1894年、朝鮮で起こった東岳島の乱を契機に日清戦争が勃発すると、彼は輸送用船舶や鉄道の管理に力を入れ、円滑な軍隊派兵に貢献します。山形は第一軍司令官に、大山は第二軍司令官と陸軍のトップが前線に出向けたのも、小玉陸軍次官と川上総六参謀次長の信頼あってのことでありました。源太郎が事実上の陸将として陸軍行政を差配する傍ら、前線では日本優位の状況で戦闘は推移したため、翌年下関条約締結により日本は賠償金と領土を獲得。そして戦争終結ともなれば兵士が続々帰国しますが、その復員業務の一環として機関兵の検疫が急務であり、その重要任務に抜擢されたのが後藤新平です。源太郎は検疫部長に就任しますが、かつての恩人石黒忠則の推薦のため実権は後藤が握り、不眠不休の仕事により無事に13万人の検疫を終えるのでした。今後も小玉後藤は名コンビとして台湾経営に際して力を発揮、源太郎の晩年まで2人の関係は続いていきます。ちなみに源太郎は日清戦後軍功により男爵を授けられ家族に列席し、陸軍中将に昇進しています。戦争となるととかく前線で奮戦した将兵の勲功に目が向きがちですが、山形は軍人の価値は戦場での働きに全てを還元できるものではないと考えていました。そこで15で兵隊業務を行った者も、戦争遂行のために事務処理を行った者も、戦場同様に評価して昇進させたのです。山形に人がついていくわけです。台湾総督に就任、仕事を民政局長と改革を実施する。1898年、第二次松方内閣が倒れ第三次伊藤内閣が成立すると、4年にわたり陸軍次官を務めた源太郎のもとに台湾総督就任の求めがやってきます。日清戦争の結果、日本の統治領となった台湾ですが、現地には抗日ゲリラが数多く存在し、多くの疫病が蔓延、アヘン中毒の習慣で人心荒廃と統治の難しい土地でした。そんな台湾を治めるには、検疫事業で力を発揮した後藤の助けが必須として、彼を民政局長に抜擢すると、小玉後藤コンビは覚悟して台湾に向かいます。現地には、台湾守備隊として過酷な戦闘をくぐり抜けた野生指揮官タイプの軍人が配置されており、文官や軟弱とみなされた軍人では到底太刀打ちできません。しかし、戊辰戦争以来戦歴を重ね、軍政に明るい源太郎に諸君は陸軍行政がわかるのかと問われると、現地の軍人たちも黙らざるを得ないのでした。小玉総督の心強い講演のもと、後藤はゲリラ撲滅のため軽度のゲリラには投降を促し、そうでない者には警察力を動員して討伐すると飛翔工作を実行に移します。それまで曖昧な基準で投降を促進していたのが、事前の内定と来歴調査により抜群の効果を上げ、大物指導者も続々投降しました。
それら投稿者の聞き取りにより十分な調査を行った上で、基準しない者には徹底的な討伐を加えることにより治安は順調に回復しました。平和的解決に終わらなかったゲリラ対策ですが、行政事務が軌道に乗った総督府は、その後も土地調査事業にインフラ整備と台湾近代化政策を進めたのでした。台湾統治にも力を発揮した源太郎は、1900年第4次伊藤内閣の陸相に就任しますが、まさかの台湾総督兼任のままなので、以後は後藤が事実上の総督として腕を振るいます。ちなみに源太郎は台湾総督を1906年まで8年間続けており、その間陸軍大臣、内務大臣、文部大臣に満州軍総参謀長などさまざまな職を総督兼任のままこなしています。彼への期待感と信頼がうかがえるのですが、一人の人間が扱える業務量をはるかに超えており、そのことが士気を早めた一因になった可能性を思うとやりきれませんね。小玉式陸軍行政とついに日露開戦。陸将としての源太郎は陸軍のプロフェッショナル化を推進し、組織効率化のため執行可能業務は文官に任せ、軍部大臣文官制どころか局長級の文官任用を検討します。陸軍ポスト文官就任策は実を結ばなかったものの、陸軍の経理に大蔵省を関わらせる業務効率化政策は実行に移し、帝国陸軍の全面的刷新を進めています。内閣が第一次桂と変わっても陸将を留任する源太郎でしたが、内閣改造により内省兼文省へ転任すると、今度はより広い視野で国内改革を志します。桂は、小さい政府実現により浮いた財源を軍備拡張やインフラ整備に充てる改革案を提唱し、源太郎もその意を呈して府県半減案を持ち出しました。名前の通り、合併により府県を半減することで地方分権を行う行政改革案であり、東京は埼玉を吸収し、石川富山福井が合併するなど、平成の大合併もびっくりの政策でした。しかし、田村与三参謀次長が急死すると内政に関わるいとまはなくなります。というのも、山形、桂首相、寺内正武陸将の推薦で源太郎が後任の参謀次長に就任したからです。大臣から次長という異例の降格人事ですが、彼は気にすることなく、体裁を保つために台湾総督は兼任します。当時日本とロシアは、朝鮮満州問題に関して関係が悪化の一途をたどることで、開戦か非戦か政府は揺れていましたが、開戦に備え源太郎は参謀本部の掌握に努めます。1905年2月、ついに日露開戦が決まると、彼は幕僚たちに、話していた通り開戦に決まった、かかれと号令をかけ、それを聞いた幕僚たちは歓声を上げて部屋を飛び出したとか。また源太郎は、対米世論工作のため渡米の準備をしていた金子健太郎に、戦は6点勝って4点負けるからそのつもりでいてくれ、と現実的な戦況予想を語っています。一的軍人、源太郎は指揮の上でも初戦が肝心と思っていたので、朝鮮半島を横断し新国領九連城を日本軍が早々に占拠すると大喜びしました。そして、満州軍総司令部が編成されると、大山参謀総長が総司令官に、小玉次長は総参謀長と参謀本部がそのまま満州に移転して軍隊を指揮することになります。大山小玉コンビは、大臣次官以来のもので2人は方針が異なることもありましたが、本質的には間があって信頼していたため大戦争には適合していました。大山夫人捨て松が、主人が好きなものは、第一に小玉さん、第二に私、第三にビフテキと語ったのは有名な話ですね。日露戦争での活躍後、軍改革を志すも無念の最後を遂げる。さて、海軍の要求により早急な旅順攻略と艦隊撃滅を任務としたのが第三軍司令官の二丸助ですが、この作戦は予想以上に難航し、なかなか目的は達成されません。激闘の様子は乃木の動画を参考にしていただくとして、源太郎は第三軍の第二回総攻撃の失敗を見るや、乃木は限界だと更迭まで検討するに至ります。明治天皇の意向もあり、乃木指揮下で第三回総攻撃が実施されると、重要地点203高地が陥落しますが、逆襲により媒介された方を聞くと、源太郎は激高し現地へ急行。
歩兵第17連隊を携えて乃木と対峙した彼は、203高地の指揮を世に乗せよと迫り、自ら現地指揮に当たりますが、戦い自体は第三軍が決定した通りに実行されました。乃木愚昇論について以前疑義を呈したところですが、では児玉源太郎が現地に赴いた意義は何かといえば、第三軍の特戦と指揮工場にあると思われます。乃木第三軍の作戦構想には合理性があったものの、目的達成が果たされない現状に極度の疲労を抱え、作戦能力低下していた軍を復活させるというのが源太郎の使命でした。長期にわたる戦闘により経営戦能力を損した敵も降伏し、旅順攻略はなりますが、源太郎は203高地が陥落したのを見届けると慌ただしく総司令部に帰還しています。そして北方では、1905年2月に日露合計で60万を超える代表力がぶつかる方典海戦が起こると、核軍を叱咤激励し、激戦の末ロシアの方典退却により、日本は心象、日本軍にはもはや追撃する体力もなく、戦況報告を名目に東京へ向かった源太郎は、明治天皇に戦況を上奏すると内閣に早期平和回復を強く主張します。経戦派の小村寿太郎外相に対しては、方典海戦後の情勢はすでに地兵の補充だも許さず、ただ平和の一活路あるのみと説いています。一時帰国の際に姉に会うと、原産達者だったか、日本が勝って嬉しいのを、分取った軍旗を立てまつったらご機嫌の麗しかったこと、泣けるほど嬉しいとやり取りをして戦場に引き返しました。ちなみに方典海戦前には軍属として従軍していた秀夫と対面すると、皇国の後輩この一戦にありと語っています。その後アメリカ仲介によりポーツマス条約が結ばれ、戦争は終結しますが、賠償金なしの講和条約に国民の怒りは沸騰し、日比谷焼き討ち事件が起きています。児玉邸も危ないのではと警備が厳重になされたところ、幸い焼き討ちは免れますが、勝てば憎まれ負けてはならぬ、戦は二度と住まいものと一句読む源太郎。彼は日露関係において現実的な観測を持っており、戦闘においても冷静に状況を見定めると即座に講和を主張できる政治観を有した理知的な軍人でありました。当時伊藤博文は内閣による軍事行政監督を構想していましたが、その相棒として想定していたのが児玉源太郎でした。源太郎は軍令と軍政を明確に区別して、軍令を純粋な作戦用兵事項に限定し、軍政を政府の監視下に置くことで国政全般と調和した軍事政策の実現を志していたと言われています。参謀総長に就任した源太郎は陸軍省と参謀本部の権限整理に着手しようとしており、伊藤も桂の後継首相として児玉内閣を構想します。児玉内閣案は世間に受け入れられており、次の首相として期待しておりますと言われた際に、源太郎は引き受けようと答えつつ、次のように続けます。わしが内閣総理大臣兼外務大臣兼大蔵大臣兼内務大臣以下略という感じで煙に巻いており、本気で考えている感じはありませんね。しかし源太郎の最後の時は突然やってきます。1906年7月23日、脳一血の発作により就寝中静かに息を引き取ったのです。享年後15歳。前日には台湾から調教していた後藤新平と会って満鉄総裁を促すも断られていましたが、児玉急死の方を受けた後藤は源太郎の霊前で総裁就任を誓ったと言われています。源太郎は現在東京都の多摩霊園で家族と共に眠っています。本日のまとめ。児玉源太郎は徳山藩士族の子供に生まれ、親族の壮絶な死を心に刻むと戊辰戦争や各地の士族反乱に従軍して野戦指揮官としての経験値を高めます。その後は欧州視察や陸軍省勤務により軍政方面で活躍すると、現場中央ともに知る軍人として後藤新平とともに台湾の経営にあたります。日露戦争では大山巌を司令官を補佐して第三軍を督戦するなど各地を走り回り、戦後は参謀総長に就任しますが、陸軍改革は道半ばで終わってしまうのです。もし彼があと10年生きていたら、児玉内閣は成立したのか、国力相応の軍備改革や軍政軍令の明確な分離はなったのか、興味は尽きません。
この動画をご覧いただいたあなたは、児玉源太郎をどのように評価しますか？ぜひ、コメント欄で教えてください。特典パート。今回は児玉源太郎の故郷周南市に創建された児玉神社を紹介します。神奈川県江ノ島に創建された児玉神社の神殿を移築して、児玉源太郎を祀っています。石碑の中には、相棒後藤新平の筆により記されたものがあり、神社前の児玉公園の隅には、源太郎の銅像が威風堂々と立っています。近くの徳山港からは、フェリーが出港しており、45分程度船に揺られた先の大津島には、回転記念館や訓練基地跡があるので、歴史好きには必見です。児玉神社は徳山駅から徒歩10分程度の場所にあるので、フェリーの時間に合わせて気軽に参拝することができると思います。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。